おお。何かの石の中みたいだ。どうや九段のダナの聖堂のようだ。全て失われたのではなく埋もれて残ったか、あるいはもともと地下に作られていたのか。弾丸で灰と勝つ。今だロンド戦士。
てやる。陣内漏洩閣今だよ。現代戦却しろ。灼熱のバーンストライク。さあ次よ。任せとけって。決めた。あなたなしの戦いは考えられない。決めたまえ。気がそれちまった。古代のダナ人たちが精霊力の強く流れる場所を祀ったのかな。だとして地上のあの顔とここがどう関係するんだ。調べてみないことには何とも言えんな。任せたまえ。行けるぜ。行けるわ。行けるわ。見ろ。悪心を奪い返す。ここで決めてやる。バラバラにしてやる。決めて。現在戻って走破十文字。今だ。クライア次の変化だ。バジハウバジンセン風を引っ込まれな。影の私に任せて。クライア撃ち込む。今を熱せよ。よしやってやる。バジンセン変化だ。やらせるか。組合役はクハの変化だ。あっかぞめ見せろ。行くわ。今だよ。行けるぞ。なえるわ。万物こらこらせ。準備完了。水の精霊術を逃がさない。後悔しな。ガローファーカメトル行けぞ。クーハ十文字今だ。クライア次クーハ絶対俺を守るべく調べて。おいら影を蒸発しろ。ぶっ潰してやる。精霊術を守ってくれなきゃできないことだよ。動けば。これからも守ってやる。行けるぞ。火の精霊術俺の進行だ。させないから。外さないわ。この爪に任せたまえ。怒りの拳を受けてみな。ガロー炎で現在何も残さない。マジンだ。これで全部の前に出やすなった。
何か不満でも。今だよ。これで終わりだ。その調子で続けて。誰なくてやる。私も援護するわ。叩きつける。行けるぞ。ハイム。後半。傷を治すわ。ファーストエイド。治癒の術よ。ファーストエイド。よくわかったよ。今さら別に。油断するな。雰囲気が変わった。用心した。ヤバそうなのがいるぞ。あいつが呼び出したのか。混戦は避けたいのよ。さっさと通しましょう。リエンジン、リバイス、ラッキーハラウン、レイダー、ラッキーケン、流星人、超エンガルチ、ゴーマネカ。終わりだ。
るほど。開けてきたな。今の子はどうだ？なんと甘美な響きか。そうですか。一休みしないか。
備えあればというが、お金の備えが。そうだシオン、今日の夕飯の希望はないか。あ、私は何でもいい。完璧、目から舌が飛び出るぜ。リメル、ちょっと話そう。うん、うん、こんな遅くまで熱心だな。何を読んでるんだ。あ、うん、魔法についての本。この書を最後まで読んじゃいたくて。よくそんな細かい字を眺めてて眠くならないな。全然、むしろ興奮して眠気なんか吹き飛んじゃうくらいだよ。でも読めば読むほどまだまだ私の知らないことがたくさんあるんだって思い知らされて、その度にそのままじゃ悔しいからもっと頑張らなきゃって気になっちゃって。それで夜な夜な焚き火を明かりに勉強か。変わったな。え、そうかな。初めて出会った頃のことを覚えてるか。まだいろいろ隠してた頃だよね。そんなに違う？ああ、太陽と石ころくらい違うな。石ころって、女の子に使う例えじゃないよそれ。悪い。でも変わったって思うのは本当だ。魔法のことだってそんな明けっぴろげじゃなかっただろう。それはそうかも。小さい頃は勉強させられるのが嫌だったし、その後だって魔法は不幸しか呼ばないって思ってたし、うん、魔法そのものへの抵抗感は薄くなった。それは確かかも。結局魔法は力とか知識でしかなくて、それがいいか悪いかは使う人次第。そんな風に思えるようにはなってきたかな。牢に感謝しないとな。なんで？いや、だってきっかけは。関係ないから、あいつなんか全然、これっぽっちも。さすがにローが聞いたらへこむぞ。だから、なんでローがへこむわけ？へこまない方がいいのか？そんな風にムキになれるのも、変わった証拠かもな。アルフェンにも魔法をお見舞いしようかな。わかった。これ以上余計なことを言う前に退散する。リンウェルもあまり夜更かししすぎるなよ。もう絶対子供扱いしてるよね。でも不思議と悪い気しない。なんでかな。ふぅ、お疲れ様。もうちょっと。
たい。あ、かわいい。何見てんの？行くよ。でな。あ、おう。アンシアの牛たちのために一肌脱ぐか。ええ、私たちの食卓のため。容赦しないわよ。ひょっとしてこれ貴重なんじゃねえか。何度来ても不気味な眺めだな。リンウェル、何か感じるか？うん、何か精霊力の動きは感じるけど。リンウェルの感度は牛以下ってか。もっかー！バカ言ってないで、中入って確かめるわよ。陰鬱な場所だな。せめてあなたは爽やかに頼むわ。努力しよう。何か視線を感じるわ。誰かが助けを求めているんじゃないか。なあ、うん？なのか。潮の匂いがするぞ。あの門を通った途端に景色が変わったわ。
邪魔よ。はあ、叩き潰す。緑の特技の叫び。炎連拠点。切り裂け。俺たちは負けないし、くじけないし、倒れないし。リベタをなめなさい。倒れよ。まず私に任せて。相手も術を使うか。敵は私に任せて。状況が逆転したら敵はわずか。ああ、もう一踏ん張りだ。私、確実についてる。なんか機嫌いいな。邪魔よ。
誰が勝つか、
今が攻め時です。があれば武器を作れそうだ。使えそうな装備ね。こちらが聞きたい。君は誰で、どうしてこんな場所にいる？質問に質問で返すの？ひょっとしてお前もズーグルに飲み込まれたのか？私は招かれただけよ。招かれた？飲み込まれたのとは違うのかよ。ここは妙な場所ね。無視かよ。領域とも違う。汚れがあるわけでもない。空気は正常けど安定しているわけでもない。私が知っているものとは似て異なる力に満ちた世界。ここならもしかしてと思ったけど、でもお兄ちゃんはこの場所に巻き込まれてはくれなかったのね。さっきから何を言っているんだ。女の子の独り言を聞いていたの。なんて悪趣味なのかしら。こちらは真面目に聞いているんだ。また質問？これだから人間は嫌いなのよ。人間？俺はアルフェンだ。どうすれば教えてくれる？そうね。お願いします、エドナお嬢様って言ったら教えてあげてもいいわよ。お願いします、エドナお嬢様。私もわからないわ。言わせておいてひでえ。でもそうね、残っているのはこの方法くらいね。あなたたち、私と勝負しなさい。なんだって？か弱い女の子を大勢でぶちのめすのは気が引ける。でも私は帰り道を探しているの。俺たちがここに来るのに使ったもんじゃダメなのか？彼女が我々と同じ世界の住人ならな。あれはおそらく我々の世界と他をつなぐものだ。他の世界同士となると話は別だろう。つまり彼女は別の世界の。なぜそれで戦わないといけないんだ？あなたたちの力と私の天境術がぶつかれば出口ができるかもしれないわ。本当にいいんだな？心配性なのね。私に勝てたら
もう一つ質問に答えてあげるわ。いいのか、女の子相手に。心配は無用だ。ああ、強いぞ。諦めないで。暗いですが足りない。やらせるか。はい、やらせるか。
それじゃ約束通り質問をさせてくれ。と言ってももう他の世界から来たってことは分かってるのよね。先ほど兄がどうとか言っていたが、お前の兄もここにいるかもしれないのか。大人の事情よ。答えになってね。欲張りな人間ね。まあ勝ったのはあなたたちだからサービスしてあげる。これは？この場所に来た時に拾ったもの、あなたたちの役に立つと思うわ。君はどうするんだ？私には知りたいことがあるの。もう少しこの場所を調べるわ。何を知りたいんだ？と聞いても答えてはもらえないんだろうな。理解力のある人間は嫌いじゃないわ。お疲れ様。私強くなったかも。ここにいるのは私は気がついたらここにいた。